それでは早速第1問から参ります。おっと、ジミーがいきなりボタンを押しました。桂三枝さん、アホ。この番組は世界に羽ばたくお笑い王国吉本興業の提供でお送りいたします。水が違うな。でんねんでんねん。水が違うな。はよ注文せんかい。でんねんでんねん。このゲームは吉本オルケストによるバラエティクイズ番組です。番組に参加したい方はまず最初に選んでください。どうもこんにちは、司会の島田紳介です。竹内ゆき子です。それでは早速回答者を紹介していきましょう。ピンで仕事するのは最初で最後でしょう。ナイティナイン、矢部君。ありがとうございます。こんにちは。芸人のおもちゃ、ジミー大石。ジミー頑張れよ。お前も頑張れ。吉本新喜劇でスケジュールが空いてる人と言ったらこの人が来ました。池野めだかさん、よろしく。コンビ別れはいつでしょう。ナイティナイン岡村君。もうすぐです。よろしく。窓クイズ5番ガチャ。相手のキングをぶっ潰せ。クイズに正解して駒を進め、相手の駒に重ねて取れば得点が入ります。キングを取ればさらに高得点だけど、自分のキングを取られないようご用心。問題は全員回答4択です。最初の問題です。過激な描写で有名な小説 D.H. ロレンスの作品は何夫人の恋人。答えをどうぞ。喜ぶ。 OK。 それでは問題です。 AV 機器でツイーター、ウーファーといったら何の種類。きっとみんなでカンニングしたでしょう。やった、やった。ちなみにこれは小学校の問題です。戦いでは駒の移動だ。それでは問題です。羽田空港へアクセスする東京モノレールが結んでいるのは羽田空港駅とどこ。どうだ。ふん、やった。まあこんなもんでしょう。次行きましょう。戦いでは駒の移動だ。それでは問題です。株式会社吉本興業の株主に贈られるものといえば何。どうだ。ふん、やった。戦いの旅館、駒の移動だ。あお。それでは問題です。マリオシリーズに登場するクッキーが大好きな恐竜の名前は何？やった！やった！戦いでは駒の移動だ！
それでは問題です。お化けの九太郎のお父さんの名前は何？なんでやねん。それでは問題です。ハゲ頭のカツラにちょびひげでセッタを履き、ラップミオちゃんを歌うドリフターズのメンバーは誰？やったやった。まあこんなもんでしょう。次行きましょう。戦いの場、コマの移動だ。それでは問題です。現在発行されている1円から10円までの切手を1枚ずつ集めると額面の合計はいくらになる？どう？ふん、やった。おっと、ついに罰ゲーム決定。それでは問題です。電話のフリーダイヤルで必ず使う4桁の数字は何？やった、やった。戦いの場、コマの移動だ。それでは問題です。普通のプッシュ方式電話の一番右の列の数字をすべてかけるといくつになる？どう？ふん、やった。戦いの場、コマの移動だ。このコーナー見事栄冠を勝ち取ったのは池のメダカさん。当然よ。続いてはパネラーの皆さんにミニゲームを楽しんでいただきます。明日はないじょう。そうです、ボクシングバトル明日はないじょう。今日は私のことを史上最強の芸人と。綺麗なだけでごめんなさい。俺は弱いぞ。わてやりまっせ。
どうもお疲れ様でした、このミニゲームの優勝者は君よにし。うわぁ、次は CM ですわよ。この弁ください。お買い上げありがとうございます。どっしゃー、いくら買っても買い足りない吉本クラブ。ヤンキーマシンボーイ、クイズに答えてレースに出よう。このコーナーではクイズに正解してスロットを回し、さまざまなイベントを起こして一番でゴールを目指します。ゴールできるできないはあなたの知力と運次第。問題は早押し4択です。最初の問題です。一文字を作りました。さて何？キミ大西さん。3番。やったー。よっしゃー。芸人スロット。足がつるつる。シャチホコ。いったいったー。次は音声問題です。女性が食べ物を頬張りながら何か話しています。何と言っている？あー、おいしい。キミ大西さん。4番。緊張の一瞬。よっしゃー。芸人スロット。あ、これまたいずこへ。それでは問題です。ふくらはぎにある筋肉の名前は何？キミ大西さん。1番。なんでやねん。それでは問題です。ドイツのビュルツブルクからヒュッセンに至る街道。キミ大西さん。2番。やったー。よっしゃー。芸人スロット。あ、これまたいずこへ。いったいったー。それでは問題です。 JRA 日本中央競馬会のマスコットキャラクター。99矢部さん。3番。やったやった。ゲームを面白すんのはお前しかおらん。芸人スロット。あ、これまたいずこへ。よしよし。次は画像問題です。この食べ物の中に入っているものを落としたりしたら馬券が外れた以上に悔しい。大阪名物の食べ物は何でしょう？99やべ。2番。正解でしょうか？わーった。芸人スロット。足がつるつる。シャチホコ。よしよし。それでは問題です。オリエンテーリングで競技を行う地域のことを。99岡村さん。4番。それでは問題です。球の直径が2倍になると表面積は何倍になる？キミ大西さん。4番。やったー。よっしゃー。芸人スロット。足がつるつる。シャチホコ。次は画像問題です。カンペイザルとメダカ猫の対決するイラストですが一箇所間違っています。さてどこ？キミ大西さん。4番。
やったー、よっしゃー、芸人スロット。足がつるつる、うーん、シャチホコ。このコーナー見事栄冠を勝ち取ったのはジミー大西。うわー、続いてはパネラーの皆さんにミニゲームを楽しんでいただきます。チャーリーを探せ。チャーリーさん、あとはそちらで適当に喋ってください。それでは探そうじゃありませんか。見つからなくてごめんくさい。これまた臭い。あ、臭。見つかっちゃった。いずこへ。見つかっちゃった。いずこへ。どうもお疲れ様でした、このミニゲームの優勝者はジミー大西。うわー、次は CM にジャンプ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。言葉も出ない美味しさ、ジェラシリアス。ガンガンかけてガンガン稼ごう。クイズのジャンルを聞いて方向キーの上下で掛け点を決めてください。正解すれば掛け点に応じてガンガン点数が入ります。トップで正解した人にはさらにボーナス点が入ります。問題は全員回答4択です。最初の問題です。掛け点をどうぞ。野坂昭之、A 六助、寺山修司、大橋巨泉らが中退した大学はどこでしょう。答えをどうぞ。喜ぶ。オッケー。まあこんなもんでしょう。次行きましょう。それでは問題です。掛け点をどうぞ。久本雅美が所属する劇団の名前は何。やった、やった。これは芸人の出来不出来と関係ありません。それでは問題です。掛け点をどうぞ。日本のニコン、ドイツのシュタイナーといえばどんなアウトドアグッズで有名な会社。なんでやねん。それでは問題です。
掛け点をどうぞ。友禅染めの名前の元となった京都の絵師は誰？やったー、よっしゃー、まあ、こんなもんでしょう。次行きましょう。それでは問題です。掛け点をどうぞ。航空機で事故時に話題になる2つのレコーダーが設置されている場所はどこ？どうだ、ふん、やった。これは芸人の出来不出来と関係ありません。それでは問題です。掛け点をどうぞ。トンチの問題です。点を取るだけで大きくなってしまう動物は何？どうだ、ふん、やった。それでは問題です。掛け点をどうぞ。今も人気の高い俳優ジェームス・ディーンの死因は何だったでしょう？喜ぶ。オッケー。それでは問題です。掛け点をどうぞ。高校生たちが主人公の原秀則の漫画やったろうじゃんでテーマになっているスポーツは何？さあ、一人だけ目立ちたいやつがいます。喜ぶ。オッケー。それでは問題です。掛け点をどうぞ。10円玉を何枚重ねるとその厚さは直径とほぼ同じ長さになる？まった。最後の問題です。全得点がかけられるので自爆したい人はしてください。掛け点をどうぞ。おっと、勝負に出た。ゲームの問題です。フリーシナリオシステムが売りのスクエアの人気 RPG シリーズはロマンシング何？やった、やった。おっと、ついに罰ゲーム決定。激しいバトルを続け勝利を手にするのはこいつ。大事なんやべ、やった。というわけで今日もあっという間に時間が来てしまいました。それではまた次回この時間お会いしましょう。さようなら。世界に羽ばたくお笑い王国吉本興業の提供でお送りしました。いや、お前こんなとこで何やってこんねん。あ、おかんごめん、一人でずっくりわん。親も公認の面白さ吉本アミュージアム。ジミー、お前どつくぞ、お前ほんまに。